今来たけど、どういう状況？バルラントだってスト5やって、なんか、ゲームをやるエネルギーが尽きたんで、退雑。もうすぐやるよ。もうすぐやるよ。今始まるよ。あ、ドゥケン。あ、ドゥケン。ライン超えてきたな。5はユリアン出えへんやろな。さすがに。いや、ベガ女性化ルートは結構ある。ベガ女性化ルートはあります。誠は出てもおかしくないっすけどね。しかも、サードの時点でまだ結構、多分、誠って17、8歳とかやから、ちょっと成長した誠とかは、多分みんな喜ぶと思う。時系列はサードの次が6っすね。いや、ジュリはね、多分出ると思う。ジュリは出ると思う。キャラ人気的に多分ジュリア出るやろうな。ララとかもキャラデザインいいから出したらいいのにと思うけどな。5の新キャラの扱いがあれちょっと分かりづらいですね。レミーは追加すんのかな。モロガイルやからな、レミー。ファン。組む。コラボキャラ、組むって何やったん？わからん。何も分からん。アベル、クム、ジバートマ。KOF の新キャラでジバートマ出えへんかな。スマブラの新キャラ。ジバートマ参戦。コカベルの子供たちの一人。謎の組織、アデスの総督。格闘スタイル、制裁。いや、ジバートマ意味分からんやろ。ジバートもめちゃくちゃ強かったっすからね、確か。エヴァあるんすよ、ジバートもって。6で過去作から1人好きなやつ出したるでって言われたら誰にする？ソドムかな？僕ソドム好きなんですよね、結構。ソドムは割と使いたい。梅ちゃん、ソドムは絶対ダメ。まあ、劣化剣持ちですしね。劣化剣と鬼強剣聖とスラと、ソドムマジやばいよな。あ、舞台メトロシティなんか。じゃあルシア出るやん。じゃあ、どうせルシア出ますやん。ロレントとかも出んのかな、もしかして。ダムドいたん？プレイアブルでダムドはやばくない？ダムド使いたいか？あ、マキ出してほしいっすね。マキは出してほしい。源流祭マキ。手加減しねえぞ、みたいな。マキちなみに服装めちゃくちゃ際どいからな。マイと被らん。まあ、いいんじゃないっすか、別に、そこは。ファイナルファイトとカプエスでキャラ違くない？スレたんや。カプエスでスレたんや。まあ、あとは、人気あんのか知らんけど、ユーリとかユーミとか。人気ないか。ないか。ディカープリ絶対無理。ディカープリは無理。絶対ダメ。もうあのキャラ最後の追加キャラやで、4の。あ、そうっすね。4のホークのエンディング、ユーリ、保護してますね。4の DJ のエンディング、意味不明すぎて覚えてんねんな。なんかマラカスずっとこうやって振って、今夜はパーティー終わらないぜみたいなの言って、マラカスずっと振って終わりなんや。あれ一番意味不明なエンディングやった。最後に作ったエンディングなんかなと思った。あれやばい、ほんまに意味不明やった。 4の DJ のエンディングいるんかなこれみたいな。 DJ って何なん？ DJ の設定、俺分からん、知らんな、DJ の設定。南国の彗星と歌われるジャマイカ代表のキックボクサーであると同時に、出す CD 全てがミリオンセラーという人気ミュージシャンでもあるという異色の格闘家。なるほどね。好きなもの、叫ぶ、踊る、歌う。嫌いなもの、静寂。DJ スパコン、ウルコンがつながったイメージしかないな。それ以外の具体的な理由はない。絶対適当に追加してるやろ。フェイロンが、あれなんですよね。映画スターっていう設定なんですよね、フェイロン。もうフェイロン出さなくていいよ。劣化剣消せ。劣化剣やめろ。劣化剣何があかんか。あかんくないんですけど、なんか技1個で読み合い完結しちゃうんですよね、結構。出す出さんっていうだけの。技1個で、もう読み合いマジで完結しちゃうから、
まあ、割としょうもない寄りの技なんですよね。で、大体ヒット確認可能やったりして、その技さすがに簡単すぎませんかって言いたくなるような、まあ、作りなんですよね、劣化剣って。で、大体突進してくるんですよ、劣化剣って。立ち回りも連携ももうその技だけでいいやんみたいなにされるんですよ、結構。まあ、あれがおもんないっていう。まあ、だからディレイ幅を消したら全然マシ。ディレイ幅消したらまだマシやと思う。全然。いや、基本攪拌あるんですよ、前段。前段攪拌あるんですけど、初段の攪拌がまあ、むずかったり届かなかったりで、で、二段目が、初段でもめり込むんで、攪拌入れようと思ったら二段目に潰されるみたいな、だからそういう読み合いなんですよね。出すか出さないかみたいなだけの読み合いなんですよ、結構。カリンのグレン剣とか一応劣化剣ですね、あれは。スト5で言ったら、だからカリンのグレン剣は劣化剣。言うたら、一応。一応ね。カリン結構むちゃくちゃな技多いですからね。当て身もあるし、駒投げもあるし。あれは読み合いっすね、一応。グレン剣、まあ、基本的に出し切りのドンっていう、あの、小手、ドンっていうやつが、あの、2フレしか空いてないから、通常技押しちゃうと割り込めないんですよ。ただガードしたら確保。で、グレン剣って言った後、グレン長中ってあの、肘。これは4フレで、割れるんですよ。4フレで割り込めるけど、ガードしちゃうと仮に有利なんですよ。だから基本は、4フレ技を押す。で、しゃがみが好ましい。で、まあ、リスクリターンだけで見たら、ドーンは、当たっても一発ドーンってだけなのに、ガードしたらこっちもう、マイナス、あれ確か11、増えたか。マイナス19とかになったんでしたっけ。まあ、とりあえずもう、大体何でも入るんで、まあ、フルコン入れるっていう。それが嫌やから、まあ、肘を出してきたら、まあ、4フレで割れます。で、4フレカウンターするから、ジャックカウンター中とかつながる。それが嫌な場合は、カリンがグレンケンってやってガッて下がる下がる派生してくるんですけど、それって、そう、一番、トリガーの消費量が大きいんで、もうすぐ終わっちゃうんですよ。だから基本は4フレ返しときゃいいです。カリンのあれは。で、めちゃくちゃ強いカリンの選択肢が、グレンケンってやって、下がって中パンがめっちゃ強いんですよ。グレンケンやります、下がる派生、下がった先で中パンってやると、グレン、肘、を4フレで割り込もうとしてくるやつのコパンをグレン下がって中パン殴れるんですよ、結構。だからカリン側の選択肢はグレン下がって中パンが基本最強。あ、理論上確かファジれるんですけど、もう難易度やばいんで、もう普通に読み合った方がいいっすね、あれは。ナイトロは劣化剣じゃなくて、もうただのなんか構え、移動する構えからの派生技があるって感じです。劣化剣は、まあ、やっぱフェイロンとか、ヤンの灯籠山とかが一番わかりやすいですね。まあ、あとはやっぱ KOF の寄りの青い花ですね。劣化剣、寄りの青い花、まあ、ヤンの灯籠山ら辺が三大劣化剣じゃないですか。ボディが、お留守だぜ。俺あれさ、ボディがお留守だぜがさ、昔、ボディがオロチだぜって言ってるように聞こえて、こいつどんだけオロチ中やねんと思ってたんですよね。ボディがオロチだぜって。わっかったよ、お前がオロチ好きなのは味で、と思ってた。同じ空耳してた人おらんかな。